今の宝大様は暴走した天使の矢の影響で今日中に告白しなければ一生彼女ができない体質となっているのです。なら早く忍ちゃんのところへ。でもお兄は忍ちゃんと結ばれる運命。他人が決めていい運命なんてありません。仮にあったとしてもそんなものにどんな価値がありますか。宝大様は選びました。自分自身で運命の相手を。それは違う。私は信じない。あなたはお兄をたぶらかすヘッポコ天使。なにたぶらかされた今のホーニーには何を言っても無駄。私はしのぶちゃんの運命を守る。私は信じない。運命はしのぶちゃんを幸せにするの。気持ち私知ってるんだから。妹の気持ち無視して宝大と付き合って私が幸せになれるって、それ本気で思ってるの？お姉ちゃんなめないでよ。気もない男を妹から譲られてそんなの幸せなわけないでしょうが。そんな、それじゃあ私はどうしたら。自分に素直になればいいと思う。結局私たち3年も遠回りしちゃってたんだね。
放題聞いて。まだちゃんと言ってなかったから。もう気づいてると思うけど、私あなたのこと好きだから。返事聞かせなさい。うん、知ってた。ああ、相手が悪かったか。さあマヤ、私は振られちゃったわ。次はあなたの番。放題はこう言ってるけど、どうするの？私はお兄のこと。マヤ様、混乱しているようですね。放題様、ここはあなたの愛でマヤ様の本音を引き出すターンです。はい、決めてください。放題様、ラストドキドキフィールド展開。しなさい、マヤ。私をフラレ損にする気？しのぶちゃん、私お兄のこと好きです。うん、お
空母ですね。ま、これ以上邪魔しても悪いし、私は先に帰るわ。二人ともお幸せに。命令よ。私と一緒に帰りましょう。生徒会だからって容赦しないで。先輩とバトルのはこのあたいだぜ。さあ勝負だ。面白そうにゃ。セネコも一緒に遊ぶにゃ。あらら、解決には愛の力が少しばかり足りなかったようですね。愛する彼女をダブルピースで昇天させるぐらいでなければまだまだ完全とは言えません。あなた誰？天使のような、人間のような気配。今の私はただの高校1年生、天塚パタコです。天使の矢の力聞いてない。やっぱり天使。ああ、それが実は今の私の状態だとちょっと気合を入れてここまでなんとか耐えてみたんですけどね、もうダメ、無理、限界です。ずるいです。私も放題先輩とイチャイチャしたい。私は別にイチャイチャなどしてません。はい、放題様。待って、トミー、私も手伝う。私やクロナを攻略。